彼はもう人ではない。世界から恐れられるモンスター。はい、どうもチェリーです。来たよ来たよ来たよ、くえウマ娘のトレーディングミニ色紙、これ再販したんでね、かっちり予約してました。いやーマジで楽しみ。ワンボックスね、色紙が10枚入りで5500円です。だからまあ1枚550円って感じですかね。ほんでワンボックスに金箔プリントサインミニ色紙が2枚以上入ってるということで、まあ3枚は入ってないと思うんですけど、ちょっと3枚出せるようにね、頑張ってやっていこうかと思います。ラインナップなんですけど、ノーマルの方が全10種で、白押しの方が全10種で、シークレット1種の全て込み込みの21種類になるんですかね。まあもちろん国王の狙いといったらメディオマックイーンの金箔プリントサイン入りスペシャルミニ色紙でございます。まあ2枚当たるいうことなんで、もう1枚って言うたら俺グラスちゃんかセイウンスカイ、まあスペちゃんでもいいですかね。そのあたり狙えたらいいかと思います。だからメジロマックイーンに関しては 100% 出しますんで、期待しとってください。絶対出しちゃる、絶対出しちゃるからこれ、絶対出しちゃうからこれ。すいません、ちょっと楽しみすぎてね、気持ちが高ぶりすぎて怒りに変わってきました。はい、ほんならね、早速こちらのトレーディングミニ色紙マックイーンを狙って開封していきたいと思います。ちょっとほんまにウマ娘尋常じゃないぐらい今ハマってますんで、めっちゃ楽しみ。俺色紙なんかほんまにハマったやつじゃないと買わんからね。リアルにめっちゃくちゃハマっちゃってますわ。何これ、あ、いや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 、よし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 、うわー10個もあるんですって、かなり豪華ですよ。うおー、あ、何これ、え、全員プレゼント、え、何これ、全員プレゼントやって、うおー、やったろかなこれ、え、どう、何これ、まあまあまあ、ええわ、後でやるか。ほんで中身こんな感じですね。前回のやつ緑色でしたけど、今回のはピンク色のシンプルデザイン。まあ今回のいうか、これこそ前回のやつなんですけどね、一発目のやつやから再販。え、でも前のやつって12枚ぐらい入ってなかった、気のせい。今回の10枚、まあまあそんなもんか。この糸引き系やと思いますんで、一気に先っぽだけ開けていきます。さあ準備は整いました。いっちゃるよ、絶対にマックイーン出してやる。1枚目、これ多分裏向きやんね。はい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 、いくよ、せーの、はい、おお、一発目セイウンスカイ、青空を行くトリックスター、いいワードやねこれ。え、サイン付きってどんな感じやったっけ、絵がちょっとちっちゃくなるやった、それともこのブワーになってこの青空を行くトリックスターとかがちっちゃくなるのかな。めっちゃ楽しみなんですけど、まずはねセイウンスカイ2枚目。前回はね、初っ端からあ、なんか、え、当たり、うーわ、え、何これ、当たりかな、あ、じゃあ応募券、え、わからん、なんかわからんけど当たったかもしれない。いくよ、せーの、はい、おお、常識破りの頂点、これはねオークスじゃない、オークス蹴って日本ダービーに牝馬で出てね、ガッツン借りましたからね買った言うてね、ウォッカちゃん、いいじゃないの。これアニメの時ちゃんとね、アニメもアプリもやけどキラキラ光ってるよね、ここはまたいいんよ、どっかも光ってたよ。はい、3枚目、あれ3枚目入ってない、あ、入ってるわ、え、絶対もらえるオリジナルバインダーって、あー24枚ゲットしなあかんねんて、きっつなるほどね、はい、じゃあ3枚目いきましょうか、せーの、はい、よっしゃー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 、えー、うわ、ちょっと待って、うわ、来た、うわ、マジか、ビビった、主演の座は譲れない、マジで、いや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 、ほんまに来た、
やっと前回マックイン来へんかったからめっちゃ悔しかったんですよ。今回来よった。え、ほんまに嬉しい。これ見て、このマックイーンのサインビラーになってるでしょ。くー、なんか前のやつよりねギラギラ感が強いから豪華感がある。ちょっと画面やったらね分かりにくいかもしれないですけど、めっちゃメラメラしてる。うわ嬉しい、マックイーン。やったー、もう今日はいいですよ。もう3枚目にして買ったからあとは気が楽や。まあ、応募券も一応置いとこうか。ただ集めることはないとは思いますけど。せーの、はい。おえ、え、え、し、え、え、し、え、え、し、え、なにこれ、うまよん、なにこれ、シークレット。うわ、これ絶対シークレットや。待て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 、嘘やろ。ほら、これが全20種やん。このサイン入り10のサインなし10、シークレット来たー。俺どっちかやな、シークレット別にいらんかったな、これ。絵柄的にはこっちの方が好きや。だって、ワードのやつ欲しかったもん。まあまあ、でも、絵はシークレット来たから嬉しい。まあ、引きは持ってるんちゃう？うん。ただ、なんやろ。これ、サイン1枚なくなるとかないですよね。5枚目。俺ちょっと、引き強ないか。さすがに。なんぼなんでもね。いくよ。せーの。はい！おー、ダイバースカレット。あ、いい順番じゃない？これライバルやったからね。ガツンとウォッカーとね、グー設定、どっちが勝つどっちが勝つで、もうあの審査すんのにどんだけ時間かかんのって。ビデオ審査めちゃめちゃかかったからね。ビデオで写真判定あれすごかったらしいよ。もう気楽やわ。6枚目いきましょうか。せーの、はい。おー、夢は無敗の三冠馬娘。アニメではね、こう部屋の中で無敗の三冠馬娘って書いてんねんやけど、ここが消えてで、一回負けてもうたからまた無敗も消えてどうしようって悩んでたんやけど、ガーンバーン復活するからね。7枚目。さあ、箱推しは結構いいの来そうじゃない。俺の狙いとしてはグラスちゃんかスペちゃんか、あー、エルコンドルバザーでもいいかな。うん、あとセブンスカイはもう無理やな。いくよ、7枚目。せーの、はい。おわー、グラスちゃん、くそー、ここできたか。期待のワンダーウマ娘。これはね、スペちゃんとグチーン戦いましたからね。グッチグチで。8枚目。あー、もうあと3枚しかない。もうぼちぼち来るんちゃいます？せーの、ほい。あ、鈴鹿。びっくりした。おー、スピードの向こう側へ。これがね、なかなかショッキングな映像なんですよね。もう見たくない。幻の宝塚記念と言われてね。幻かわかんけど、ねえ、走るはずやった。宝塚記念見れず。あの実況も、ねえ、鈴鹿が亡くなってからの、なんか言うてましたわ。なんかワード忘れたけど。サイレンス鈴鹿がどうたらこうたら言うてね、もうめちゃめちゃ泣いた。正直。アニメより泣いたよ。アニメではやってないわ。9枚目。さあ、誰が来るんでしょう。今出てないのは、エルコンドルパサーと、誰がおった？あ、スペちゃんとゴルシだけかな。だからシークレットが出てしまったから絶対誰か1枚出ないっていう最悪な状況なんですけど、白押しもう1枚出しちゃうよ。なんつった今。白押しもう1枚出しちゃう。せーの、はい。あー、さすがに今回目指せ日本一の馬娘。日本の総大将言われてね、ジャパンカップでダッサーン勝っとったから、ハチコーンかましとったもんね。そういやね、武豊が初めてダービーを制したのがスペシャルウィークやったと思いますよ。すごい武豊にとっても思い出のある馬じゃないでしょうかね。ラスト来ましたよ。ゴルシかエルコンドルパサー。まあ、ゴルシでもいいけどエルコンドルパサーも結構好きなんでね、どっちでもいいです。箱押しをね、異例の3枚引きっていうことをしたいだけやから、どっちでもいいです。せーの、はい。あ、さすがになかった。黄金色の不沈艦。いやこのね、アプリの時の必殺技もぐわーん鎖回してかっこいいんですよね。ゴールドシップ言うたら、有名なは宝塚記念のあのゲート開いた瞬間のパヒーみたいな立ち上がったやつ、あれは俺も何回も見ましたね。すごい出遅れ、あんな出遅れがあんのかいぐらい出遅れてもうてね。けどね、これ
めちゃめちゃ強いんですよね。ゴルシワープって言って、何のレースやったかな、何のレースか忘れたけど、もうブワー、どっから来たんって、ババが悪かって内側はみんな走ってなかったんですよね。で外ばっかり走っとったんやけど、ゴルシはもう内側ズドン開いてるから、そこ突きていってゴールみたいな、めちゃめちゃかっこいいレースでした。あれぜひちょっと見てみてください。はい、いかがでしたでしょうか。見ました。聞いたかな、ほんまに。いやー、俺無理や思ってましたからね。まさか引いちゃうとは。さすが国王でしょ。まあ、今まで黙ってたんですけど、こういうブラインド系っていうのは引く前に怒ってください。絶対に。あんまりね、公に公開はしたくなかったんですけど、怒れば出るっていうのはあるんですよね。俺の裏技として。あくまで裏技なんで、怒りが弱かったら絶対出ないです。ああやってカメラに向かって思いっきり止まってください。そしたらガツーン出てくるから。よっしゃ、ほんまに来た。めちゃくちゃ嬉しいわ。もう今日からね、枕元に置いて寝ようかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。